ラブルソフト。昨日姉さんと海水浴を満喫しといてなんだけど、明日から3日間期末テストだったりする。すっかり存在を忘れてた。今朝姉さんからそういえばと言われて思い出したくらいだ。去年までの俺だったらそれでも動じることなく適当に一夜漬けして、テストに臨んでた。そして赤点まみれの結果を出して追試を受けて補習授業を聞き流して適当にやり過ごしてた。けど今年の俺は違う。同じ学校に姉さんがいるんだ。他の教職員は俺が桜塚先生の弟であることを知ってるんだ。姉さんに恥をかかせるわけにはいかない。先生のお父さんってバカですねなんて言わせない。赤点を取らないなんて高望みはしない。けどせめて赤点科目を一つでも減らしたい。というわけで今日は朝からずっと部屋にこもって机に向き合って教科書とノートを開いてるわけだけど、さっぱりわかんねえ。昼食時に数学を選んだのが失敗だった。あれこれ2時間以上経ったにもかかわらず、いまだに3問目とか頭悪すぎだろ俺。これって凄まじく時間の無駄じゃないか？ただ椅子に座ってうなっているくらいだったら筋トレした方がずっと有意義なんじゃ。はい？頑張ってる？ノックに続いてドアが開き、姉さんが顔を覗かせた。頑張ってるつもりだけど、どうしたの？おお、姉さんが手にしたお盆にはアイスティーとクッキーが。なんてありがたいんだ。そしてなんて見事なタイミング。1分遅かったら俺筋トレに逃げてたよ。どれどれ、何を勉強してるのかしら。グラスと小皿を置くついでに姉さんが横から机に広げてある教科書を覗き込んでくる。姉さん、体をそんな前かがみにすると胸元が大胆に見えちゃってるんだけど。どの問題を解いてるの？この発展問題？いかんいかん。姉さんが教科書を見ているのをいいことに胸の谷も見入っちまった。名残惜しいけど教科書に向き直り、開いてあるページの問い3を指さす。新人歌手のペアを決めるオーディションに8人の応募があった。ペアの組み合わせ候補は何通りあるか。この間授業で先生から刺されて答えられなかった、因縁の問題だ。頑張ってはいるんだけどさっぱりわけわかんなくて。じゃあつくもが頑張ってるから今日は特別にお姉ちゃんが先生になってあげる。え、本当に？そんなに驚かなくたっていいじゃない。これくらいなら私でも教えられるわ。なんてありがたい申し出だろう。本気でわからなくて困ってたんだ。姉さんから教えてもらえるのは心強い。まずこの数式は理解してる？わからん正直全く。じゃあ最初から説明しましょうか。 C の意味は何でしょう？英語の頭文字よ。 C ね。惜しい。正解はコンビネーションね。組み合わせのこと。コンビネーション、ああ組み合わせの問題だもんな。納得の単語だ。英語の勉強にもなったぞ。ただちっとも惜しくない気がする。そしてこの式は
N 個の中から R 個を選ぶ場合の組み合わせ数を計算する式なの。例えば3個の中から2個を選ぶ場合は N は3、R は2というふうに当てはめるのよ。なるほど。多分わかったと思う。多分。問い3でやってみましょう。オーディションを受けた人は8人。だから N は8。そして今回は歌手のペアを作ります。ペアは2人だから R は2ね。さっきの式の N に8を R に2を入れれば答えが出るってこと？正解！さすがつくも、飲み込みが早いわね。お世辞だって分かってても姉さんに褒められると照れくさいな。ただまだ問題が解けたわけじゃない。謎の記号、びっくりマークが残ってる。まさかただのびっくりマークってことはないな。このマークが気になってるでしょう。この簡単符はね、会場っていうのを示しているの。会場は1からこのマークがついてる数までを全部掛け算するっていう意味なのよ。ちょっと分かりづらいわね。N-R は8-2だよな。そう、6ね。6の場合は 6×5×4×3×2×1。 6から1まで順番にかけていってね。ああ、やってみる。これに必要なものを入れ込んで、あとはみんなで見てください。これ全部計算するのか？マジで？上の 6×5×4×3×2×1 と下の 6×5×4×3×2×1 は重複してるでしょ。これは相殺できるのよ。あ、そう言われると本当だ。相殺すると 8×7÷2×1、 これを計算するだけで済むってことか。おお、簡単じゃないか。できた。答えは28。正解。姉さん、俺のために喜んでくれるのは嬉しいけど胸。胸が俺の肩に思いっきり当たってるぞ。つか、あ、肩でむにゅっと潰れてるぞ。それに、あ、すごくいい匂いがする。なんて素晴らしいご褒美だろう。こんなご褒美がもらえるんなら勉強にもがぜん身が入るってもんだ。ありがとうお姉さん、すごくわかりやすかった。もっと教えてもらえるかな。今日は暇だから1時間くらい大丈夫よ。よっしゃ、俺頑張る。なら早速頑張りましょう。それじゃあ次の問題。やってやるぞ数学、どっからでもかかってきやがれ。姉さんから教わったことで数学の勉強ははかどった。公式がどんな組み合わせ、仕組みでそうなっているのかまでは理解できてないけど、とりあえず公式に数字を入れて答えを算出する方法はわかった。組み合わせ問題は解けそうな気がする。あくまで組み合わせに限った話だけど。けど間違いなく俺一人で勉強してたらそれすら身につかなかったと思うんだ。だからありがとう姉さん。気持ちよく勉強できたから夜のトレーニングも気持ちいい。2時間たっぷり体を動かしていい汗かいて家に帰ってきた。ただいま。おかえりなさい。リビングの方から姉さんの声が返ってくる。廊下にむわっとした湯気が残ってる。姉さん風呂から上がったばかりみたいだな。一回姉さんに顔を見せてから俺もすぐシャワーを浴びるとしよう。あのさ姉さん。ねえつくも、明日のテスト。わお。
リビングに踏み込んだ直後、俺と姉さんの声が重なって、一瞬のうちに視界が暗転した。転んじまったのか、俺。とにかく体を起こして状況を確認しよう。あおう。なんだろう。両手を圧迫してくるものは。やったな。これってまさか。姉さんがバスタオル一枚の姿で仰向けに倒れた俺に折り重なるように乗っかっていた。そして俺の両手には姉さんの左右のおっぱいをわしづ、ん？俺の両手は姉さんの左右のおっぱいをわしづかみにしてるじゃないか。いや、姉さん、これは。ごめんね。姉さんが謝ることないって。私がいきなり出てきたから。それを言ったら俺の方こそごめん。じゃあ二人とも気をつけるってことで、あ、おじゃまってことで。ああ、そうだな。うん。それで、言いづらいんだけど。何？じゃあねえ、手だよ手。姉さんのおっぱいをしっかり掴んだままじゃねえか。悪い。俺が慌てて手を動かしたもんだから、俺の手の中でおっぱいがむにゅってなって。姉さんがびっくりした声を上げた。も、申し訳ない。姉さんがゆっくり立ち上がり、はだけかけたバスタオルを整える。俺も姉さんの悩ましい姿を見上げたい衝動を抑えつつ、ゆっくり立ち上がった。じゃあ、俺、風呂に入ってくる。姉さんから目をそらしたまま逃げるように背を向ける。脱衣所に入って後ろ手にドアを閉め、小声でだけどどっと息を吐き出した。すごいな、この手にははっきりおっぱいが、感触が残ってる。今のは決して夢なんかじゃない、現実に起こったことなんだ。すごいな、やってんな。ギンギンに勃起しとるやろうな。朝のトレーニングから帰宅する。今日は疲れたな。トレーニングにもいまいち身が入らなかった。まあ無理もないか。ろくに眠ってないんだから。ここで普通の学生だったら徹夜でテスト勉強してたとかいうところなんだろうけど、俺は違う。寝つけなかったんだ。姉さんのおっぱいが頭から離れなくて。昨夜のあれ以来、姉さんと目を合わせてない。ろくに会話してない。けど、一つ屋根の下で暮らしている以上、いつまでも避け続けるわけにもいかない。つうか姉さんを避けるなんて俺が嫌だ。多分勇気を出して自分から話しかけてみたら、あっさり元通りの関係に戻れるんだけだろうけどさ。どうにも後ろめたいんだよな。未だに俺の手にはおっぱいの感触が残ってる。シャワーを浴びてもダメ、一夜明けてもダメ。ってことはもうこの感覚脳みそに焼き付いちまってるんじゃない？ね、焼き付いちまってるのかもしれない。今だってほら、目を閉じるとぽよんぽよんな感触が手のひらによみがえって、だからそれがダメだっつーの。こんな調子で一晩中悶々としてた。一発抜いてスッキリさせようにも姉さんの顔が浮かんできてできないし。やってんな。姉さんをおかずにすることだけは NG だ。超えちゃいけない一線だと思うんだ。んが、いかん。おっぱいのことせっかく忘れかけてたってのに。
一回思い出したらまた頭から離れなくなっちまったぞ。忘れろ。忘れるんだ。開いた手に収まりきらないほどのサイズとか、指に合わせてムニムニの形を変える柔らかさとか、それでいて指を押し返してくる弾力とか、そんなもの忘れちまえ。所詮バスタオル越しに揉んだだけじゃないか。直に揉んだわけじゃない。直に揉んだ日には俺の理性が無事じゃ済まないだろう。あと姉さんとの人間関係も。姉さんのバスタオル姿だって前に拝んだことがあるじゃないか。俺の中で免疫ができてるはずだ。姉さんの裸を直に拝んだ日には俺どうなっちまうんだろう。それだけでもう焦点しちまうかも。なんかいいな、思春期の男の子ってさ、同じこと一生考え続けるやん同じネタを一生こすり続けるやん、チンコと一緒で。なんか本当にその感じを表現したかったのかは知らんけど、なんか思春期の男の子、ちゃんと下心のある思春期の男の子だよな。やった。やった。おいおい、何やってんだ、つくも。妄想力たくましいのは結構だけど、目を開けてまで幻が見えるとか、もう病気の域だぞ。多分ね、出せないんすよね。目の前が真っ白だと思うんすけど、まあ、音でわかるように、ちゃんと姉さんがね、風呂に入っております。はい。それにしても、すさまじくリアルな幻だな。細部まで作り込まれてる。おい、下から舐め回すように見上げるな。さらけ出されたおっぱいは大きく張りがあって、ツンと上を向いてる。ハリウッド女優ですか、あなたは。シリコンが入ってるわけでもないのに、天然物で、これは見事すぎる。もはや芸術品だな。横島な気持ちを通り越して、その美しさに思わず見とれちまいそうだ。意外とお尻が可愛いんだけどな。おまけに湯気でもやがかかってて、すごく幻想的な絵になってる。白くてスベスベの肌はシャワーで蒸気してほんのりピンクがかってて。つくも？やったね。まあね、これくらいのサービスショットはなくちゃ困るよね。幻が語りかけてきた。我ながら想像力豊かすぎだろ。これが本当に幻だとするなら。幻に決まってるじゃないか。現実なわけがない。もし仮にこれが現実だったら、俺はいよいよもって姉さんに合わせる顔がなくなっちまうんだぞ。だからこれは現実なんかじゃない。決して現実であっちゃならない。現実だとすっごく困るんだよ。ごめんなさい。やってんねえ。本当にごめん。いやいや、こちらこそ。じゃあ閉めるね。あ、はい、ごめんなさい。うわあ。とにかくここを出よう。いや、いっそ家を出ちまおう。もう一っ走りしてこよう。じゃない、じゃねえと叫んじまいそうだ。喉までこみ上げてきた何かを飲み込んで、汗ぐっしょりの服をまた着込んで、俺はバスルームを飛び出し玄関へ直行したのだった。もちろんつくもくんもね、裸なわけですからね。よう、今日も不機嫌だな。
朝一番の挨拶がそれかよ。俺の機嫌は天気と同じ扱いか。不機嫌というか、あんま寝てない。お、もしかして寝ないでテスト勉強か。いや、違う理由だ。違う理由？恋の悩みか何かか。詳しくは言えない。じゃ、テスト後にゆっくり聞かせてもらおう。テスト後でも言えない。わかった。じゃあ黙って机に書いてくれ。机に書くのか？おっぱい。書けるか？お、ちょっと元気になったな。よし、その息でテスト頑張ろうぜ。なんだ、乗せられてたのか俺。そういうとこうまいよな、お前。けど、まあその通りだ。はっきりしない頭で悩んでる場合じゃない。気持ちを切り替えてテストに挑まねば。星はいつもの調子だけど、教室にはテスト前の張り詰めた静けさが漂ってる。みんな真剣な顔で教科書とにらめっこしてる。チャイムが鳴るまであと数分。俺も教科書を読んでよう。期末テスト一発目は数学だった。昨日の特訓の甲斐あって組み合わせの問題は解けたけど、あとはダメだった。最初に組み合わせの問題を解き終わったら、次の問題ですぐ詰まってしまって、考えているうちに意識が遠のいて、気がつけば試験時間が終わっていた。大丈夫か？目がうつろだけど。いや、正直やばい。さては数学があまりに難しくて気が遠くなってたか？ごめん、俺が悪かったよ。本気で気が遠くなってたら、星に同情されてしまった。誤解させちまったようで悪いな星。返す言葉が全く思いつかなかったんだ。おまけに次のテストの、開始時間がどんどん迫ってくるわけで。よし、テスト始めるぞ。おっと、次は英語だな。英語？英語か。これも苦手なんだよな。まあそれを言ったら、苦手じゃない教科なんて保健体育しかないんだけど。姉さんに恥をかかせないためにも、赤点は回避したい。回避したいけどダメかもしれない。ただでさえバカだってのに、今日は眠気でバカに磨きがかかってる。また途中で寝落ちしないか心配だ。あっという間に2時間目終了。カラッカラに干からびてるな。そんなこと言うなよ。机に突っ伏している俺を見下ろしながら星が言う。かわいそうなものを見る目をしている。お前は余裕そうだな。別に余裕ってわけじゃないけどさ、今さら焦ったってしょうがないだろ。去るものは追わない主義だ。終わったテストは去りゆくのみか。その通り。昼食のメニューでも考えようぜ。まだ2時間もあるぞ。まあまあ、干からびてるときは楽しいことでも考えた方がいいよ。楽しいことねえ。お前が楽しいことといえば姉さんの裸じゃねえ。あ、いかん、せっかく忘れかけてたのに。
また思い出しちまったじゃないか。確かに眼福だったけどさ、気が重くなるっつうの。今はテストに集中するんだ。それから、後のテストも問題の難しさと眠気に苦しみながらどうにかやり過ごした。赤点を回避できたかどうか甚だ疑わしいけど、とにかくこれで1日目のテストは終了だ。そして精をつけようと学食で昼食をたらふく食べたんだけど、血糖値スパイクか。それがいけなかった。逆効果だった。すぐさま猛烈な眠気が襲ってきて、壁に手をつかないと歩けないようなざまになってしまった。当然家まで帰りつけようはずもない。